何が入ったらそんなに重いのかっていう。いや、なんか今日これ入れてきちゃったんだよね。なんでだ。怖いよ。わお。お疲れ様です。お疲れ様です。明日は KBS ですね。そうですね。東京から移動してきました、はい、移動してきましたが、はい、先生何よ、なんとかなりませんか。何が。カバンの重さですよ。いや重いのよ元が。あれはバーキン様が重い。バーキン様も重いけど、まあ物も多いからね。私はさすがに東京の移動中は別にいいんですよ、うん、長距離の移動中にあの重さは辛い。いやあれ重いんだよね。でも今日だってほらコロコロの上に乗せて移動してるじゃないですか。確かに。でまあ新幹線だって別に起きますし、はい、でまたコロコロですし、すぐ車乗りますし、はい、っていう感じですよね。まあちょっとの間が重いっていう感じ。ちょっとの間がそれが並大抵の重さじゃないんですよ皆さん。じゃあちょっともうカバンをここに出してみてください。バーキンさんをあの大きい、もう重そうじゃないですか。いや重いよ。だってこれ重いもん。だってほら新幹線に乗ったらこれもらってきちゃった。いやそれは乗る前からの重さで、これくらいの重さは変わらないんですって。そう、はい、このチャームを紹介してください。これチャーム気になります。あ、これね、これあの新しいタツのお年頃らしいですよ。今年はタツ年だから、うん、でこのグリーンに合わせてグリーンちゃんなんですね。グリーンちゃんなんです。いいですね。でまあ、これツートンのあれなんで、はい、まあ、いつも巻くんですけど、ちょっとここ巻いちゃうとなぁと思って、ちょっと今回は巻いてないんです、はい、本当はね、白だから巻きたいんですけど、はい、うん、何が入ったらそんなに重いのかっていう。中身って別にさ、大したも入ってないよ。だってでもパンパンじゃないですか、ここから見る。パンパンなんだけど、まあ、これショールですよね。まあ、絶対新幹線とか寒かったりしますし、はい、これはサングラスですよ。ちょっと日差しが強かったですからね、はい、これかわいい。ちょっと下げてみてください。これですか。これはもうこうやって、こうやってかける。いいですね。かわいくないですか。ここがピンクで、ここがシャネルって見えますか。これはもうほら落とさないでいいし、いいですね、はい、これはいいかな。まあ今日はあのシャネルのお財布。シャネルのお財布だったんですか。はい、お財布です。これすいません、気づかない、はい、お財布です。あとはまあこのポーチです。ポーチです。ここになんかいろいろ薬とかいろいろ入ってます。薬ですね、一応入ってます。でこれはあのあれです、充電器とか一応持ってるんですね、充電器。持ってますよ。私一応持ってますよ。あ、一応持ってるね。じゃあなんか困った時借りれるんですね。あ、そうなんですよ。今日すごいですよ。充電器2つもあるんです。あ、その黒いのは知ってますか？そのピンクのは。あ、これはもう最近あの、娘が教えてくれた、刺せばいいだけっていう。あ、いいですね。これ、いいね、まあ iPhone だけなんですけど、このアンカーのピンクのやつ。いいですね、いいですね。はい、これいいんです。で、これはもうあの、すべてのケーブルが。あ、そちらなんかが助けていただいた、はい、そうですよね。はい、ありがとうございます。うん、これはなんか多分みーたんたちが落として割れちゃったんで、ちょっと今テープ貼ってます。おしゃれで巻いたんじゃないですか、ね、それは。違うんです。で、あとは、鍵でしょ？鍵とか。この黄色が何だ？あ、これは韓国で買ったあの、いい匂いのキンホルダー。それがいい匂いするんですね。そう。そのピンクの鍵？これも鍵です。どんだけ鍵を持ってるんですか？鍵はいろいろ。鍵。鍵ですね。はい、秘密の扉の鍵。秘密の扉でも何でもないけど、別に鍵です。です。はい、鍵です。これはいつもの龍角さん。龍角さんですね。タブレット式のやつですね。あとまあこれですね。iPods ですね。使ってます？え？これ使ってますよ。一回も見たことないんですけど。あの、新幹線とかで長い時。長い時はね、まあ寝るんでね。これ充電とかいつしてるんですか？こう充電は寝るときとか、あとあの出かけるときですね。あ、こういう移動はちゃんとするんですね。はい、はい、そういうときです。あとこれです。これはなんかいろいろ入ってます。いろいろ？あのお財布っていうかあのパスポートとか無駄に入ってました。あの国内移動なんですけど、あと一つ言っていいですか？あの東京から京都なんですよ。そうなんですよ。海外挟んでは来てないと思うんですけど。え、なんか今日これ入れてきちゃったんだよね。なんでだ。え、どっか行くんですか？これから。行かない。韓国とか行っちゃう感じですか？いや、そうなんですよ。ウォンとか入ってて。いや、日本なんですよ。先生。なんかちょっと今日間違っちゃったんです。え、どっか行こうとしてる？いや、行こうとしてる。なんかすごいウォンが入ってた。たま
これ海外用もんでお釣り渡そうとしてます。いや間違えたんだ財布を。だからいける、ね、これ急いでたんですよ今日。いや今日だから本当にどっか行くとかないですよね。いやないです、知らない。いやないですよ。なんか今日は孫の遠足があって、今日ゆあちゃんの遠足だったんで、みーたんとはると預かってなきゃいけなくて、あいろいろ準備しようと思ったらバタバタしてて、でなんかちょっと財布を海外用のとなんかちょっと間違えて、もう入れちゃって間違えちゃいました。だからすごいこれ重いわ、やっぱりそれが重い、これ重い、必要ないやつ、ね、そうです。あとまあタオルとジャイアンツの、ジャイアンツじゃないですね、これジャイアンツじゃないし、エルメスですね。ジャイアンツやりません。 あと本が入ってます。今回なんかあの箕輪さんの本入ってます。あ箕輪さんですね、箕輪さんの本入ってます。今回はそれ読み終わったら私読ませてください。ほら貸してほしいでしょ。貸してほしいです、うん、ちょっと気になりました、はい、ちょっとあの、はい、移動中は本を読もうかなと思って、はい、いいですね、はい、まあ、そんなもんです。そんなもん、はい、あともうじゃあそのまずバッキーさんの殻だけの重さを測ってみます。はい、どうぞ。え待って待って、嘘でしょ、ほら重いんだって。バーキンさんだけで1371キロ。はい、嘘。だから 1.3 ぐらいあるってこと。 1.3、 まあ 1.4 近くありますよね。ウォン財布ほらこれで約2キロですよね。そうですよね。足して足して、あまあ足してね、1800。そうですね。大体どれぐらいだと思います先生。え5キロぐらい米5キロですよ。米5キロ、うん、5キロぐらい。まあまあ重いと思う今日は。だってもうコロコロ小さくしたかったから結構全部こっちに入れてるもん。普通コロコロに入れますよ重いものを。いやそうなんだけど、コロコロ今回は小さいので来ちゃったから、パパいないから。確かに。だからこっちに結構入れてるんですよね。だから重いと思います、いつもより。怖いよ。わお、まあ、大体合ってましたね先生が言うね。 5.6 って本当にそんぐらいあると思ったよ。だからそうコロコロないと無理だね。無理ですね。 5.6、うん、衝撃的な 5.6 5.6 5.6 5.6。でも本当になんか乗せるつもりで持ってきてるからね、これをずっと持って歩いてどっかとは思ってないか。でもいつももうこれぐらい重くないですか。いや、ウォン財布がないだけで。いやこれは結構重いのと、あとほら今日は移動だからいつもよりサイズ大きいバーキンなんで。あ確かに大きいですね、うん、ちょっとあの、はい、これはもう書類も入る、はい、完全にその仕事で使うっていうバーキンなんで、いつもはもうちょっと一回り小さいバーキンなんで、ちょっとこれは重いですね。バーキン自体が1キロ超えっていうのはちょっと衝撃的でした、うん、私。そうなの。だからそれ自体が重いから、いつものバーキンも1キロは、まあうん、一回りあれで1キロじゃない。でもう一回り小さいのはまたねあれだけど、ちょっと個人的にバーキンの重さ測ってみたをちょっとやってみたいんですけどバーキン、カラーバーキンはどれぐらい重いのかをちょっと知りたい。あそうだから、黒子とかだともっと重いかもしれない衝撃バーキンの重さ気になる方はコメントください。測ってほしいって言われたらちょっと私こっそり測りますので全部測るの、全部測ってみた測った人いないんじゃないですか。黒子オーストリッチ、これもねツートンキルト入ってるからね。革の方が重いんじゃないですか、うん、でもこれ上貼ってんじゃないかな。はあ、衝撃的。すいません、なんかちょっとショックです。え軽い気持ちで何キロ重さ測りたいって思ったら衝撃的な5キロ超えっていう事実を叩きつけられてあびっくりです。もう重いよね、まあ、重いなと思ったもん本当にじゃあちょっとウォン財布は置いてくるようにしましょう。いやあれはちょっとミスりましたね。今知ったんですか。そうスーツケースとかに分けてて、であこれは置いてこうあれしてこうと思ったんだけど、なんか入れちゃってたんだ。あれが 500g ぐらい。 500g、はい、東京駅帰るふりして羽田とか行かないですか、ね、大丈夫です。大丈夫です。帰ります。帰りますか、本当大丈夫ですか。何も予約してませんので帰ります。ですよね。はい、びっくりした。まあ明日はですね、生放送終わったら東京に帰りたいと思います。東京に帰ってくださいね。はい。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。